皆さん、こんにちは。結成1年目、立教大学よさこい連代表の及川慎一です。2月5日19時半から、ブックラボ東京渋谷にて、よさこいシンポジウムが行われます。私を含めたよさこいチームの代表が集まり、普段では聞けないような裏話も聞けるイベントとなっております。私からは学生チームならではのことや、結成からどのようにしてメンバーを集めて、どうやってよさこいの楽しさを伝えていったのかなどをお話しできたらなと思います。このイベントをきっかけにたくさん縁をつなげてよさこい祭りの発展のきっかけになれるよう頑張っていきますので、皆様どうぞお集まりください。2月5日渋谷でお待ちしております。